みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター講師の滝沢でございます。今回は、僕が以前アップロードしたスタイルでの押尾幸太郎さんの翼の解説ということで、押尾さんの手順と、ね、全然違ったりとかするんですけれども、スラム奏法を取り入れて、アレンジしたものを皆さんに解説させていただいている2本目の動画でございます。1本目の動画では、簡単な前置きとイントロから A メロまで、解説させていただきましたけれども、この動画では B メロからサビまで解説をしてみようかなと思います。画面とズバババババンみたいな感じで、お手元もお見せしながらやってみますので、ぜひ頑張って習得をしてみてくださいませ。ちょっと難しいけれども、頑張ってメコピしてみてくださいませ。そんな感じです。頑張っていこうぜ。では、早速 B メロいってみましょうか。まずゆっくり弾いてみます。こんな感じです。やってみましょう。まず最初に、バートンと、人差し指のこのパワーコードですね、777999を弾いて、Bm かなのコードにしていきます。で、小指と薬指でこの12フレットと11フレットを弾いて、小指を下げて、このまま57フレットに持っていきます。で、2フレットをこっちに持ってきます。で、また999のパワーコードに持っていくと。そして、パワーコードがこんな感じで、777555に行って、で、小指で1弦7フレットをメロディーに弾いて、こんな感じで、ドミナントモーションみたいな、なんかこのトライトーン解決みたいなことをします。5と7から4と7へ、5と6から4と7へ行く感じですね。で、1、2弦はミュートです。で、その次、人差し指で10フレットを頑張って制覇して、3弦がメロディーになります。で、1、2弦はミュート。で、この12、11入れといったら、1弦、2弦を開放に持ってきます。で、サビの手前の和音は、この22のフォーム、44のフォーム、人差し指がくっついて、4フレットを追加して、54フレットのフォーム、そして2個こっちに持ってきて、76のフォーム、こんな感じです。もう一回、B メロ入るときは7フレットをまとめて押さえて、指に持っていくと。で、小指、薬指でメロディを弾いていきます。そのままフレットを下げて、で、今度はフレットをこっちに2個持ってきます。で、人差し指でまたパワーコードになって、シンコペーションしながらコード変わります。で、小指で1弦の7フレットメロディーに弾いて、トライトの解決。で、3弦がメロディーになって、12、11、解放。この人差し指の使い方が来ますね。で、その次、2、2、4、4、人差し指追加で、ずらす。こんな感じの手順です。で、これを叩いて、弾いていくんですが、やってみましょう。まず最初にパッといって、バスドラの音とともに、パワーコードを弾いて、シンコペーションしていきます。パッと。メロディー弾きます。で、また同じようにシンコペーションしていくと。この時にそのダーダーダーと、なんかこの途切らさせられるといいかなって感じですね。悪くやると、ダーダーダーみたいな感じで、ダー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 じゃなくて、ダーダーダーと。音を止めて、行くと締まるかなと思います。最初のところもそうですね。ダーダーじゃなくて、ダーダー音を取り出せる感じです。そして、ト
プライトの解決。で、3弦がメロディーやって。このメロディーに合わせてバスの音を入れていきます。ちょっと気分に応じてアップストロークで。普通に親指のアップストロークで済ませるときもあるんですけれども、この辺は気分です。ちょっともう一回やってみましょうか。最初に、パドーツというメロディー、下げる、プラス。で、2フレットこっちに持ってきて。これが B メロのところです。ちょっと間違えた。こんな感じで B メロを弾いていきます。で、その後、この和音が終わったらサビに行きます。サビ。まず最初はこの開放と12、11フレットですね。くっつきます。で、このところ、14フレットに小指が行くんですけれども、自分の場合はスライドして。弾くことが多いです。ただ、そっちの方がかっこいいかななんて。こっちもいいです。普通に14フレット、そのまま無視してもいいですし。スライドしてもいいですし。で、さっきの B メロの途中みたいな感じで3弦がメロディーになります。3弦メロディーから解放、3弦メロディーから解放、3弦メロディーから解放。で、和音は一緒です。久しぶりのこの腹のミュートをうまく使って、音を鳴らしたり鳴らさなかったりしていきましょう。で、また、繰り返します。途中まで同じです。動きは同じを繰り返します。で、ここから、こんな感じのオクターブ。これを叩いて弾いていくと。やってみましょう。こんな感じです。準備をやってみましょう。まず最初にこのストロークをするとき、ちょっとこうラスギアードっぽいことをします。薬指、中指、人差し指、親指アップ。パパパパ。で、バスと。こんな感じです。指をつけ出して、スライドすると。で、3弦のメロディーから解放、3弦メロディーから解放、3弦メロディーから解放して、その辺は一緒です。で、またラスギアードで繰り返します。ここに関しては叩かずに普通にストロークをしちゃいます。こんな感じです。これがまあ B メロにかけからサビにかけてって感じですね。ちょっと最初から最後にゆっくりやってみます。こんな感じです。
ちょっと叩いていく手順、これと、まあ普通の弾き方って言うんですかね、その、お嬢さんの翼の弾き方を組み合わせていくだけって感じなんですけど、まあところどころね、その叩く手順とか変えて、まあ遊んでるような感じです。こういうスケード入れたりとか。基本的には右手は、2、3、4、1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 、2、3、4、まあこんな感じの基本的なビートをつけていくような感じです。そんな感じです。まあ、ちょっとね、ざっくりとした説明になってしまうんですけれども、ちょっと細かくやってると、ね、なかなか切れないので、こんな感じだというざっくりお見せをするだけって感じですが、まあね、やっぱりビデオなので、何回も何回も巻き戻してみることができます。わかんないところはですね、こう何回も何回も繰り返してみて、まあ、基本的に耳コピで進めていただけると嬉しいなという感じです。次の3本目の動画で、この後の。みたいなパートとかを解説させていただこうかなと思います。次で最後になりますので、もしうまくできましたら、興味がありましたら、次の動画も参考にしていただけますと幸いでございます。それでは、また違う動画でお会いいたしましょう。さようなら。